今日は足元が悪い中ありがとうございました。よいしょ。整備も本当にありがとうございました。今もうすぐ1時なんですけど、1時から、試合したいと思います。はい。っていうことで、まあ僕が持ってるこれなんですけど、今日のプレゼントが終わった後あるんで、僕からとモンタナスポーツからと株式会社オプティアルというあのプロテインメーカーの、おお、これ6000円ぐらいします。そっか、なんで MVP 賞として渡すんですけど、まずは皆さんちょっと自己紹介の方、多分あのショーヘイズ来てくれる人何人かいますけど、初めての人もいるんで、自己紹介の方をじゃあこの黄色い方からいきますか。行ったね、黄色。イベント来たことある人も、大きな声で行ったね、YouTuber。 あの、ゆうぽんチャンネルのひろとと申します。知ってますか？知ってますか知らないっすよ。ゆうぽんチャンネル知ってる人、あ、そっちはいいや。聞いてない。一人いました。何歳？年齢は今20歳で、まあ試合は怪我なく頑張ればいいと思います。お願いします。おーす。はい、中山優太、24歳です。今社会人2年目です。今日は町田市から来ました。キャッチャーなんで後ろにそらさないように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。そらしたら何？そらしたらそらした数だけベーランします。おー、いったな。22歳の小宮田雅宏です。ショー ATV の方は、2回目の参加です。3回目の参加です。今日足元悪いですが、怪我ないように頑張りましょう。お願いします。お願いします。はい、18歳のクリッチです。こいつしてよ。はい、すいません。18歳のクリッチです。まあ何度かショーヘイ TV には出演させてもらっています。前回もも裏つって負傷退場したので、もも裏つらないように頑張ります。お願いします。休職中、休職中。15歳フレームです。よろしくお願いします。深いな。23歳の田中正です。よろしくお願いします。岐阜から来ました。お願いします。17歳のリントです。よろしくお願いします。19歳の松井俊です。よろしくお願いします。破壊王26歳です。皆さん整理もいただきありがとうございました。よろしくお願いします。田中です。今日はピッチャー頑張ります。よろしくお願いします。奥村京介です。破壊王と会社の同期です。よろしくお願いします。26歳の三浦です。よろしくお願いします。26?6 です。なんか向こうずの日本見てます。いや違います向こうずではないです。違います。ショイチャロと申します。24歳です。初めて参加です。よろしくお願いします。はい、淵本翼と申します。よろしくお願いします。急に元気になってる。たつきって言います。よろしくお願いします。向こうず向こうずじゃないです。カズキです。よろしくお願いいたします。ヘルです。よろしくお願いします。クミちゃんシュンです。よろしくお願いします。そしてアサヒです。お願いします。黄色いちっちゃい7番がはい、はい、両平です。皆さん、グランドセミからいろいろありがとうございました。本日で楽しみましょう。お願いします。お願いします。お願いします。はい、といった感じでチーム決めをします。チーム決めを何もしてません。ここで決めようかなと思って、どれと仲間になりたいかでちょっとグーッとパーセント。2人で、おーで、あ、5人だ。これはどこだっけ。さあ試合開会宣言はクリッチ。手がなくて、はい、おめでとうございます。さあ試合始まりました。先行ショーヘイズ、後攻両ヘイズでやっていきます。ピッチャーは田中楽選手、バッター松井。まずサードゴロ、サード朝日くんがさばいてアウトとなります。そして2番リント、はい、田中楽選手高めのいい球を投げます。はい、またサードゴロです。さあうまくさばいて、はい、アウトとなります。2アウト、だいぶ早いね、2アウトですね。そしてバッター高橋さん、フィーローズのねフォームをしておりますよ。非常に素晴らしいスイングをしております。右のタフィーローズ、はい、これ上がってピッチャーが取ってチェンジとなります。そしてショーヘイズの先発はフレイム君、キャッチャーはユータ君です。
先頭はフォアボール。そしてバッター和樹くん打って、これはサードゴロ、どうなるか。これが送球外れまして、はい、セーフとなります。非常に足が速い選手です。そしてバッター三浦さん、はい、ランナー二塁からですね、こうライト前ヒットで和樹くんは生還となります。ナイスバッティングです。素晴らしい。そして破壊を支給でバッター村山さん、向こうズのユニフォームを着ておりました。違いますけど似てるだけです。はい、バッター楽くん、高めのボールをね打ってしまいまして、三振となります。そして次バッター淵本くん、ピッチャーゴロですが、これも取れず、はい、満塁です。しかし挟まれ、これはどういうことはい、これでなんちゅう試合ですかこれ。これ試合ダメですよ。はい、もうミス出まくりですね。やっぱね、雨の中の守備はね難しいですね。はい、そしてお次正弘くんがセカンドゴロです。そしてバッター朝日くん、ナイスバッティング、カキーンとね左中間に打ちまして、はい、レフトクリッチね頑張ってますよ。はい、2点入りました。両兵強いですよ。で次ヒロトサドゴロ、リントを軽快にさばいてアウトとなります。両兵ず幸先のいいスタートですね。反撃したい翔平ず、先頭はムードメーカークリッチ、いけクリッチー、ガーンと、はい、サードゴロ、クリッチダッシュ、これはアウトとなります。そして岐阜から来た田中マーサーですね。はい、ナイスデッドボール、オッケー、痛くない。岐阜から来てね、デッドボールをね。そして、はい、これフォアボール、ゆうたくんもフォアボールです。そしてお次バッター、石川翔一郎くん、これもね連続フォアボールで満塁になります。バッター奥村くん、これは三振となりましたが、後ろ反らして生還、田中さん生還。そしてバッターフレームくん、さあこれ高めのボールを振って三振となります。次回はまた明日、プレゼント企画開始します。はい、ついにもう2000人いったんで、もう上げましょうっていうことで、はい、もう上げちゃいます。まずは本田さん、おめでとうございます。おめでとうございます、2000人、おめでとうございます。はい、まあ応募条件、まあ、簡単です。翔平 TV の登録、そして9月30日までに翔平 TV の動画配信されますんで、いろいろね、はい、それにコメントすること、1回でもいいですよ、1回でも2回でも3回でもいいですよ、うん、グローブ欲しいですもいいけど、動画に対してのコメントをするだけでも応募となります、うん、別に動画のコメントするだけでも応募できるんで、はい、はい、たくさんのコメントして、ご自身のアカウントをアピールしてください。9月30日までにいろんなコメントよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、デサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、オッケー、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出ると思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらうような形、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんないんで、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。
ャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。